ホタル町前景ホタル町の看板ホタル町は、大阪府大阪市福島区福島一丁目にある複合施設である。旧、大阪大学医学部附属病院跡地の再開発計画として2008年5月に開業した。福沢諭吉生誕の地と中津半蔵屋敷跡の記念碑、水と大阪アルファープロジェクトの一環として開業した。現行町名は、 福島一丁目となっているが、九丁目は、道島浜通り三丁目、すなわち、中州としての道島にあたり、ホタル町内の多くの施設の名称で、道島が使用されている。南西端は、道島側に架か,かる玉江橋、北西端は、曽根崎側に架か,かっていた、清瀬橋跡となる。放送局や多目的ホール、超高層マンション、レストラン、カフェ、スポーツジム、 キャンパスなど、多様な施設から構成されており、隣接する大阪中野島合同庁舎とともに、超高層ビル群をなしている。ホタル町に含まれる施設には、朝日放送の本社や多目的ホールの ABC ホール、道島リバーフォーラム、マンションのザタワー大阪、大阪芸術大学のホタル町キャンパス、ゴールドジムなどがある。ホタル町は、以下の、 大きく分けて三つの機能を備えた都市として開発された。リバーレジデンス道島の3階にはかつて、慶応義塾大学の慶応大阪リバーサイドキャンパスがあったが、この地位が、同大学の創設者、福沢諭吉の生誕地、中津半蔵屋敷跡であることに加えて、福沢は大阪にあった、尾形古安の敵塾で学んでいたという縁によるもので、ある。なお、 福沢諭吉生誕の記念碑は、町開きの際に朝日放送社屋前に移築されている。ホタル町の外区は、江戸時代には、中津藩などの蔵屋敷で占められていた。東側の NTT テレパーク道島にも江戸時代には、大村藩や丸岡藩などの蔵屋敷があったが、1871年の廃藩地県以降に破却された。これら民の境北詰め一帯の蔵屋敷跡地は、 大阪駅の建設予定地となったが、結局大阪駅は、道島ではなく、梅田に建設された。ホタル町の外区には、その後、1883年から1902年まで、現在の大阪府立北野高等学校、1902年から1910年まで、現在の大阪府立大手前高等学校、1924年から1993年まで、 現在の大阪大学医学部附属病院が所在した。1993年に大阪大学医学部附属病院が水田市に移転した後、大阪市の諮問機関の提言の下、UR 都市機構のコーディネートの下行われた事業コンペで計画が決定した。水戸、大阪アルファプロジェクト推進協議会、B プラネッツ、ーインググループ、オリックス不動産、三菱辞書、 住友商事、関電不動産、京阪電鉄不動産によって再開発が行われた。その後、2008年5月2日に町開きが行われた。朝日放送グループホールディングス本社ビル、道マリバーフォーラムザタワー大阪。ありがとうございます。